皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校3年生の国語もちもちの木の3時間目の内容です。学習を始める前に用意するものを確認します。国語の教科書、ノート、ワークシート3を用意しましょう。ワークシートが用意できない人はノートで大丈夫ですよ。1時間目は全文を読んで初発の感想を書いて感想を伝え合いました。2時間目は臆病まめたやいきい下月20日の晩を詳しく読み取りました。3時間目はまめたは見た弱虫でも優しけりゃを詳しく読み取ります。それでは動画を停止して読んでみましょう。読み終えたらスタートさせましょう。前の時間では臆病まめたやいきい下月20日の晩から二人の性格や気持ちを捉えました。今日3時間目はこれまで学習した場面と比べながら4の場面、5の場面のまめたは見た弱虫でも優しけりゃの二人の行動や会話から性格や気持ちを読み取っていきます。それではワークシートがない人はノートに今日の学習課題を移しましょう。移し終えたら動画をスタートさせましょう。では4の場面まめたは見たと5の場面弱虫でも優しけりゃを読みましょう。前の時間と同じように教科書に線を引きながら読んでいきましょう。ここで動画を止めて読み始め、読み終えたら動画をスタートさせましょう。読み終えましたか？まめたは見た。弱虫でも優しけりゃで、二人の性格や気持ちがわかる文をそれぞれまとめましょう。ではここで動画を停止して書き始めてください。時間の目安は15分間です。書き終えたら動画をスタートさせましょう。では4の場面、まめたは見たの場面を確認していきましょう。まず、まめたについてです。128ページ、8行目。まめたは子犬みたいに体を丸めて、表戸を体へ吹っ飛ばして走り出した。や、同じく11行目。寝巻きのまんま、裸足で、あたりからかけたでしょうか。ここからはまめたが爺様を助けたいという強い思いがわかりますね。さらに129ページ2行目あたりからもかけたでしょうか。2行目にまめたは泣き泣き走った。痛くて寒くて怖かったからな。でも大好きな爺様が死んじまう方がもっと怖かったから泣き泣きふもとの医者様へ走った。ここからは泣きながら走るまめたの様子がわかるのと同時に、なぜまめたが泣きながら走るのか、その理由に気づきましたか？
霜でやられた足からの出血の痛み、そして寒さに夜道の怖さ。でももっと怖いのは爺様が死んでしまうこと。いろんな理由でマメタは泣き泣き走っているんですね。そして130ページ3行目、医者の腰を足でどんどん蹴飛ばしたからは、爺様を心配し、爺様のもとに急ぎたい気持ちがわかりますね。同じく6行目、マメタがもちもちの木に火がついていると言った言葉からは、1行前に不思議なものを見たとあることから、不思議だなあとか、3の場面では真夜中にもちもちの木をたった一人で見に出るなんてとんでもないと言いながらも、見たいと思っていたことから、綺麗さ美しさに圧倒され感激しているマメタも見えてきますね。このように場面を比べるとマメタの変化がわかります。爺様については127ページの9行目、マメタ、心配すんな。爺様は、ちょっと腹が痛えだけだ。いや、128ページの4行目、爺様は、ころりと畳に転げると、歯を食いしばって、ますますすごくうなるだけだ。あたりが書き出せましたか？ここから苦痛をこらえ我慢している様子がわかりますね。ではうまく書き出せなかった人はここで動画を止めて書き写しましょう。書き終えたら動画を進めてください。ではここで動画を停止して132ページから133ページまで音読しましょう。読み終えたら動画をスタートさせましょう。読み終わったら弱虫でも優しけらで二人の性格がわかる文をそれぞれまとめましょう。まとめ終わったら動画をスタートさせましょう。この場面、弱虫でも優しけりゃでは、マメタについては133ページ4行目、その晩から爺様と正面に爺様を起こしたとさ、この辺を書き出せたでしょうか。爺様に甘える臆病なマメタに戻っている様子がわかります。爺様については132ページ9行目、次の朝腹痛が治って元気になった爺様はから元気になった様子がわかりますね。同じく132ページ最後の行、お前は一人で夜道を医者様を呼びに行けるほど勇気のある子供だったんだからな、自分で自分を弱虫だなんて思うな。人間、優しささえあればやらなきゃならねえことはきっとやるもんだ。あたりから爺様がマメタは弱虫ではなく勇気と優しさがある子だと知る様子がわかります。ではうまく書き出せなかった人はここで動画を止めて書き写しましょう。書き終えたら動画を進めてください。ではまとめをしましょう。今日の学習を通して分かったマメタと爺様の気持ちや性格を自分の言葉でまとめましょう。
2時間目の学習と比べて2人の変化したところをまとめられるといいですね。かけたまとめはお家の人に伝えましょう。次の時間はマメタがもちもちの木の火を見ることができた理由を考えます。これで3時間目の学習を終わりにします。